こんばんは、入山明子です。1月10日日曜日、入山明子のつれづれ日記。1都3県に緊急事態宣言が出され、3日目の今日、3連休の中日ということですが、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。今日も入山明子の寄り添いホットラインに、体の相談はもちろんのことですが、心の不安を多く抱えた方からのご相談のお電話をお受けいたしました。私自身も今年に入ってすぐに大事な方との突然のお別れ、本当に辛くて、ホテルの一人きりの中で伺ったお話でしたので、涙が止まらず、その日はちょうどフジグラン宇部での歌い始めの一日ということで、心を奮い立たせての歌謡ショーとなりました。父も母も親族も遠い山口県に一番多く、親族以上に関わりを持ってくださるたくさんの親戚付き合いの方が関東にはいてくださるため、やはりずっと身近で支えてくださった方のお別れは心に応えます。一緒に歩んできた、追いかけてきた夢は諦めず、歩みを止めずに、どんなことがあろうとも前を向いていくのだと、そんな入山明子が好きだと言ってくださったあの言葉を胸に、これからも力強く一歩一歩踏みしめながら前を向いて歩んでいきたいと思います。どうぞ皆様もお辛いこと、そして不安なこと、たくさんおありかと思います。一緒に前を向いて元気に笑顔で、この苦難をどんなことをしても乗り越えていきたいと願います。それではおやすみなさい。